でもね、ちょっとね、今最初に飲みすぎだと思うんだよね。どういうこと？いや、なくなると思う。いや、なくならんって。だってこんだけいっぱいあるやん。いや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 、もう多分こんぐらいまでしかないよ。いや、こんだけあるやん。いや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 、え、ちょっと待って、持ってみ。ほら、ゆかしのが飲んどるやん。はいはい、どうも、しゅんです。こんにちは、ゆかしです。はい、ということで今日はですね、僕たちがおすすめする就活サービスを皆さんに今日は紹介しようと思います。はい、ご飯を食べたということで、あのデザートにタピオカを飲みながら、ココナッツミルクタピオカっていう美味しそうなやつを買ってきました。旬のおごり。そう、僕らから3個ずつ紹介しようと思います、はい、けどこれは企業案件とかじゃ全くないので、全くない、あの、なんていうんですかね、僕たちが純粋に紹介したいなっていう就活サービスなので、買ってよかったってやつを、あのフラットな視点で僕たちは物を言っているので、はい、安心してください。めっちゃいいなって最近思ったのは、ワンキャリア の、 あの ES 公開は結構すごいなと思います、個人的に、うん、いろんな企業の内定者の ES がそのまま見れるんですよね、うん、志望動機とか自己 PR とか。だからもうなんなら自己 PR とか、まあ、そのそれぞれの経験とかは別々違うと思うけど、書き方とかそのまま真似たらいいと思うんですよ、 ES 公開のやつをね。だからワンキャリアで、なんていう、公開されてる ES を見ながら、エントリーシートを書けば大体失敗はしないのかなっていう。で、情報が新しいんですよね。去年の今内定した人とか去年内定した人の情報が更新されていくので、書籍で買うよりもそういうサイト、ワンキャリアの ES 公開で、情報収集するっていうのはめちゃくちゃいいと思います。なので ES 今から書く時期があると思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それに付け出しで、私も外資就活 .com を使いながらワンキャリアをすごく併用していて、はい、両方 ES の体験談が載っているから、うん、なんかそっちでなんか見比べたりとかして書くのとかもすごくおすすめ。確かに、しゅんくんが言ってたワンキャリアとかも含めて、私はね、こういう風にして、こう就活フォルダみたいな感じにしてアプリでまとめてるので、いや、これ賢いわ。なんかとりあえず就活系のアプリ全部入れて、全部とりあえずこうやってくくっておいたりとか、まあ割といいんじゃないかなって思います。これもう本当に就活サービスを使い倒した勢で、うん、第3位は、うん、外資就活 .com、うんうんうん、っていう、リクナビとかマイナビとかと違って、うん、こう、なんだろうな、外資系の企業と多くの就活生が受けるところとか、いわゆる難関な企業がこうすごく集まっているっていう印象があって、ね、じゃあ、ハイ志向な人向けというか、そうそう、ハイ志向な人向け、うん、っていうのはやっぱすごくあるし、あと掲示板の機能もあって、うん、その掲示板で今同年代の子たちがどういう動きをしてるかとかも同時に見ることができて、うん、なんかいい意味でプレッシャーとかを感じたりしながら、なんかこう情報交換ができるっていうのがこうすごくおすすめで、うん、サマーインターンとかの情報とかは、うん、一番外資就活 .com が割と充実してたかなって思います。じゃあ21卒向けとか、今の大学2年生とかが結構有益な情報かもしれない。そうだね、こっから見てですけど、外資系早いもんね。そう、外資系に行きたいなと思ってる子とかはもうすでに割ともう採用情報が載ってる可能性が非常に高いので要チェックだと思います。今の大学2年生で新大学3年生からその人は急いだ方がいいと思います。はい、オファーボックスっていうサービスがあるんですけど、企業からオファーが来るっていうサービスなんですよね。それが何がいいかっていうと、なんか就活って多分偏見として学歴とか今までの経歴とかで書類審査で落とされるっていう経験が誰しも、まあ、少なからずあると思うんですよね。オファーボックスに関しては中身の部分で勝負しようよっていうコンセプトで作られているので、そういう学歴フィルターとか経歴のフィルターにかかりにくい仕組みなんですよね。で、具体的に言うと適性診断っていうのがあって、200問から300問ぐらいの心理テストみたいな質問を解いたら、なんかそれぞれの自分の強みとか弱みが偏差値でわかるんですよね。で、レーダーチャートみたいなのも作ってくれて、で、自己 PR の時にどういう風に言ったらいいよっていうアドバイスまでくれるっていう。で、それを加味した上で企業からオファーが来るっていう。で、就活サービスあるあるなんだけど、うんうんうん、めちゃくちゃ来るやんか、オファーというかメールが、うんうん、なんかよくわからない一斉送信だろこいつらっていうメールがたくさん来るやんか。でもオファーボックスは、あの、企業も学生のプロフィールをしっかり見てからじゃないと送信できない仕組みになってるから、その人に向けたメールが来るんやってる。へぇー、からすごいお互いにとってマッチング率が高いんやってる。実績としても19卒だと10万人のユーザーが使ってて、20卒だと今5万人のユーザーが使ってるっていう点で、普通に、あ、なんていう、安心
して使えるサービスなんかなっていう。でもなんか逆求人だと、ごめん質問なんだけど、使ったことがなくて、逆求人のイメージだと、なんだろうな、なんかそのあんまり知られてないような企業が多く使ってるみたいなイメージなんだけど、例えばなんか私でも知ってるような企業とかって、例えばどういう企業が使ってる？いわゆる大手企業とかメガベンチャーとかは大体使ってる。そういう登録してる企業は4000社以上あって、それこそ日系大手とか、あとサイバーとか DNA とかのメガベンチャーとか大体使ってるから、その地方にいてもとか、その有名企業、有名大学じゃなくても、そういう企業と触れ合える機会があるっていう点ではすごいやってみていいんじゃないかなっていう。で、デメリットとしてはめちゃくちゃ書くのがめんどくさいんやってね。プロフィールとかも2500字ぐらい書けるから書くのがすごいめんどくさい。書いたらオファー待つだけだけど、書くのがすごいめんどくさいなっていうところがデメリットとしてあるかなって思うんだけど、無駄じゃないのかなっていうふうには思ってます。なのでぜひよかったら使ってみてください。そうだってる。から大学今新3年生とかも早めに使った方がいいと思います。買っとけばよかったなって今思った。逆求人だった。あとアイルーツっていうもんかな。知らない。IROOTS みたいなのもあって、それもね、逆求人ね、こうすごくエンジニア系の子とかがめっちゃ使ってるイメージがあって、もし理系の子たちで見てる子がいたらアイルーツも見てみたらいいんじゃないかなって思う。じゃあゆかしさんお願いします。私の2個目はディグミ。ディグミ、ちょっと発音がわかんないんですけど、初めて聞いた。ディグミのいいところは、もうは2、3個あって、でまず1個目は LINE で基本エントリーとかやり取りができるっていうのがすごく強みで、業界とかはまだ決まってないし、行きたい会社もよくわかんないけど、インターンに行ってその自分がどういう組織と会うのかなとか、そういうふうに悩んでる子とかで数打ちたいって子とかは割とディグミーはおすすめで、でさらにいろいろな会社が集まって、でそのグルディスを一気にやるっていうのがあって、ディグミのすごいのは参加者の中での順位が出るんですよ。何基準で出るんだろうね。例えば論理性、競争性とか、そういうので社員の人が判断するんだ。そうそう、客観的に自分の評価を見れるし、でそこで優秀だったりとか、その社員さんの目に留まった人とかはそこからこうどんどんパスが流れていったりとかしていって、私はそのディグミの1回のグルディスで2個もう最終面接から入れることになったりとかもあったので、すごい、そういうやり方もあるかなって思います。いいね。じゃあ僕が、初めてインターンに行ったきっかけがこのサービスなんですけども、ビジット OB っていう就活サービスで、で何がいいかと言いますと、いろんな就活サービスあると思うんですけど、ほとんどは企業を知るためとか業界を知るために使うことが多いと思うんですけど、ビジット OB の場合は実際に会えるんですよね。マッチャーとかいろんなマッチングサービス、就活のサービスはあると思うんですけど、ビジット OB のいいところは、マッチャーだと1対1が多いと思うんですけど、ビジット OB は企業が開いているなんかカフェみたいなところで大人数で話したりするやつとか、イベントみたいな感じでセミナーとか、あと1対1の面談とか、いろんな種類の就活支援の形がそのサービスの中にあるというか、なので1対1じゃ、1対1が苦手な人とかでも、やりやすいっていうメリットがあります。で僕は実際そのカフェ、オープンカフェみたいなところに行ったんですよね、夏休みに。ちょっと面白がってもらえて、2次面接3次面接みたいな感じに上げてもらえたっていう経験があるので、ビジット OB は実際に会えるっていう利点があるのですごいいいと思います。じゃあゆかしさん最後の、はい、最後、これは私が多分一番ヘビーに使ってたサービスなんですけど、エッジっていうサービスを使ってました。エッジ、エッジ、エッジ、あ、エッジね、 EDGEY エッジ、なんだろう、その人に合ったなんかこう就活プランとかをしっかり立ててくれるみたいなところで、でゆかしはまあ法政大学だから、なんだろう、こう東大生とかと一緒に就活してて、いい面もめっちゃあったけど、なんかいつもちょっと比べてしまう自分がすごくいて、ね、学歴とかをね、なった時にや多様な人っていうので、2つ目がコースとの距離感なんだよね。外資系の会社とか、日系の大きい会社とかでこうバリバリ働いてる人とか、ね、とはそういう内定を持ってる人とかっていうのはすごく揃っていて、でこうすごく楽しかったなって、いいね。じゃあ6個ですね、合計6個のサービスを紹介したんですけど、はい、皆さん興味があるサービスはぜひ使ってみてください。はい、ぜひ使ってみてください。はい、質問も待ってます。質問どこにすればいい？あ、コメント欄で、コメント欄になるべく返信するので、よかったら、はい、相談してください。相談してください。はい、ということで今日の動画は終わりで、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ